こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアニチです。今日は夏休みに似合う韓国人バンド PRT が選んだ3曲おすすめしようと思います。一番最初の曲は僕が選んだパクノンボの水平線です。選んだ理由は2021年8月にこの曲が出たんですよ。出たんですけど、この曲がなんでパクノンボが作ったかというと、高校生の運動選手がインターハイあるんじゃないですか、スラムダンクとか見たら全国国開催、これがコロナでキャンセルに発表しました。2021年に、そしたら子供からずっとこの運動してて、じゃあ高校生3年生だとこのインターハイが最後じゃないですか。次に大学生だから、 その人たちがなんで今亡くなったんですかとしてて、このバックナンバーさんに手紙を送ったんですよ。バックナンバーさんが見て、あ、応援したいと思ったんだけど、やっぱりバンドマンだから音楽でなんかこの人たちをなんか応援しましょうにしてて、この歌詞とこの曲を作ったので、皆さんこの歌詞となんかこう音楽を聴きながら、最近また大変なことになったと思うんですけど、この曲見ながらまたこう希望が心の中に持ったらいいかなとなんか思って選びました。では、行こうよ。진짜루비가처음부터끝까지흐름을다봐야돼요. 한편의짧은영화를보는 느낌. 그딱그여학생여고생의딱그모습으로그려지잖아. 이사람이어떻게표현하는지보면은노래를안들어도뭔가느껴져. 그리고이제 A 멜로에서보면은이게 1-4-5 코드를이렇게가면서약간밝은느낌을주다가그네마디에서두번째마디를 6-3-4 를주면서어둡게또가거든. 아이런일본감성은너무좋아. 좋아요.저여기서또어둡게싹주면서다시앞부분에밝게줬다가정확해야되는것들이잖아요.이거누구나보더라도맞는타다시한그런것들을이렇게설명해주면서이제마지막에스토리가연결이되는거예요.되게철학적이다.수평선이라는게그렇잖아.하늘이랑바다랑만나는.그래서누군가는승리를하려면누군가는패배를해야돼.누군가는행복하려면누군가는불행해야되는거.그사이를수평선넘어는보이지않잖아.그거를바라보면서뭔가다시그렇지만밤은있지만언젠가는해가떠오라서밝아지는그모습을내가볼수있는그날을계속기다려보자라는것도내용이싸리한가사에들어가있어.이절부터그거를좀더약간집요하게이제설명을하기시작해.그냥비가와도맞아버리고이런것도멋있다. 그러면서하나씩계속버리거든,자기물건을.그러니까그런거야.지금행복함이누군가를불행하기때문에지금행복한거니까,그불행했던사람들에대한고마운마음도가졌으면좋겠다라든지,그런어떤철학적인내용이엄청많이담겨있으면지금하나씩다버리잖아,가지고있는거를.거의다롱테이크로찍었네.배우가진짜감정연기잘해야되는데.등으로도,뒷모습으로도계속연기하는게느껴지는것같아.바크넘버정말그기타사운드랑목소리만들어도그냥분위기를확잡고시작하는것같아요.딱시그니처가있죠.어렵지않잖아.그런데확와가사.아,너무잘어울린다.뮤직비디오랑노래가.그치.네.모든걸다던진준비한인터하인데못하게된거야.내모든걸다버려도될만큼지금.근데이수평선을바라보면서참을수밖에없는그방법이없으니까그냥기보만계속바라보면서참을수밖에없는그심정들,그게너무잘표현된것같아.고등학생들
내 인생을 건. 저 허무하죠, 진짜. 우리 4년간 올림픽 선수 준비한 선수들도 그럴 것 같아요. 그치, 그치. 올림픽도 저번에 밀렸었잖아요, 1년. 근데도 다시 이렇게 떠오르는 해를 보면서 희망을 품을 수밖에 없는 게 우리는 어떻게 보면 계속 살아가는 사람들의 그걸 너무 잘 표현해 준 것 같아요. 생각하게 만들어주는 노래인 것 같아요. 처음에 봤을 때는 이거 끝날 이 장면 나왔을 때 눈물이 갑자기 팍 나는 거야. どうでしたか?見る前に言ったんですけど、なんかバンドマンだから音楽で表現すると言ったんじゃないですか。まあ、普段バが、それがとっくりだと思います。なんか、音楽って、なんか本当にこれだけ見たら、なんか涙が出るみたいに、まあ音楽もむずかしくはないんだし、発声もまあめちゃくちゃ高くて歌えないとか思わないんだし、なんか、ただの、こう、曲の一つの曲なのに、 人のこう心が動くようになることが本当に爆ノンバの魅力だと思います。本当にすごいです。なんか人生の明るい部分と暗い部分を、なんか人生の波って表現したいんですけど、あれを曲調にもちゃんと込めて表現したと思って、一つの作品全体的に感じられるいい作品だと思います。 この曲の内容が本当に人間はもう、しょうがないことが多いんですよね。弱いというか、人間は弱いものっていうことは確実に伝われているんですけれど、そんな弱い人間がこんな、なんというか、神様が送ったみたいな音楽を作れるのが本当にすごいですよね。夏と似合う曲で、こんなに、なんか思い出す。 っていうか、そんなにさせてくれてありがたい音楽でした。今回もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。で、この、じゃん。